喜びと感謝の心で捧げの時を持ちたいと思います。この運動を通して私たちがこの日本に素晴らしいものを広げていく、その活動を続けていくためにも皆さんの祈りと捧げ物によって支えていただきたいと思います。誰も見たことのないこの作品を持って袋が回ります。最後の締めの祈りをですね、関先生よろしくお願いいたします。